チャンネル。人の血液の流れもこれぐらい流れています。水分もこれぐらい流れているんですが、なぜみんな足がむくんだりするのでしょうか。そしてどういう対処法があるのでしょうか。みんなで考えてみましょう。なぜむくむのか。1. 運動不足。 2. 水の取りすぎ。 3. 特に意味はない。さあどれでしょう。すごいな。正解は全て違います。一番近いのは運動不足なんですが、運動不足というよりも運動の仕方がわからないということにむくみの問題があります。体の動かし方を覚えてむくみを取っていきましょう。毎日している呼吸を形を変えることによって皆さんのむくみ、そして体の流れ、エネルギーの流れが全て変わってきます。呼吸で一番しやすいのは肋骨を動かすということです。肋骨がしっかり動かせれれば呼吸は大きくできます。肋骨の形状はカゴのようになっているので、そのカゴを膨らませるようなイメージ、そして上に持ち上げるようなイメージで、膨らんで上に持って上がって吐いたら降りてくるようなイメージ。息を吸ってあげて吐いたら降りてくる。それを繰り返すとポンプ運動になるので全身が伸び縮みします。鎖骨や肋骨をしっかりと引き上げながら膨らませるイメージで呼吸をしてみましょう。それが体の流れを作って全身のむくみを取れる一番のポイントになります。マッサージもいいんですけれども、その場限りになってしまいますので、ぜひお試しください。今回はここまでです。次回もお楽しみに。バイバーイ。ご視聴いただきありがとうございます。この動画を見ていいなと思った方はチャンネル登録お願いします。淡路島、これの文字見たことないですか。売ってるんですかね、淡路島牛乳。